ジェームス・チャンスザ・コントーションズは、ジェームス・チャンスが中心となって結成された、アメリカ合衆国のノーウェーブ、パンク・ジャズ・バンド、コントーションズ、ジェームス・ホワイト・ザ・ブラックス名義でも活動。ウィスコンシン州から、ニューヨーク州に移住した、ジェームス・チャンスが中心となって、1977年に結成。ニューヨークのライブハウス、アーティスト・スペースで、 DNA やマーズラとライブを行っていたが、そのライブでは、チャンスは観客席にたびたび降りていき、客を殴りつけていた。そのライブを見たブライアン・イーノの提案によって、ノーウェーブのコンピレーションアルバム、ノーニューヨークに参加することとなった。その後1979年に、コントーションズ名義で、バイをリリースしたが、このアルバムには、ジェームス・チャンスの名前は、クレジットされていない。 バイがリリースされる前にジェームス・チャンスと他のメンバーとの間には摩擦が生じ始め、チャンスはジェームス・ホワイトザ・ブラックス名義の新プロジェクトを進めてアルバムをリリースした。また、チャンスとマネージャーのアニア・フィリップスはコントーションズのオリジナルメンバーにたびたび批判を浴びせていたため、メンバーは頻繁に変わった。活動は1980年代前半から休止していたが、 2001年頃からオリジナルメンバーで期間限定の再結成を果たし、オールトゥモローズパーティーズという音楽フェスに2度参加した。ありがとうございます。